どうもフリーマンこと長谷川です。今回はですね、近づいていく対米関係という話をします。実は先日の台湾総統選を経て、台湾とアメリカの関係というのがどんどん良くなっているんですね。まずはこちらのニュースをご覧ください。来次期副総統、米ニューヨークに出発、各国有力者が集うイベント出席へ、というタイトルでございます。来清徳次期副総統が2日夜米ニューヨークに向けて桃園国際空港を出発した。民進党関係者によれば、来氏の訪米はワシントンで開かれるナショナルプレイヤーブレックファストに出席するため、同イベントは各国の有力者や宗教関係者を招いて年1回開かれるもので、米大統領も毎年出席している。台湾から副総統レベルの人物が出席するのは異例。来氏や行政院長辞職時に招待を受けており、身分が次期副総統に変わっても主催者から熱心な誘いがあったという。来氏は去年1月に行政院長を引いた。この来次期副総統の話、日本では馴染みがないかと思うんですけども、まず来氏の紹介からしていかないといけません。来清徳次期副総統は1959年生まれの台湾の政治家なんですね。1990年代後半から政治家を志し、台湾の国会にあたる立法委員の立法委員台南市長を務めた後、2017年に台湾の首相にあたる行政院長に就任していたんです。来氏は台湾でも非常に人気が高く、今回の総統選でも蔡総統のサポートに回ることで蔡総統の再選に大きく寄与したんですね。来氏は次期副総統に就任予定なんですけれども、日本との縁が非常に深いんですね。実は2011年以降何度も日本に足を運んでいるんです。台湾総統選に関する動画でも話したんですけれども、アメリカの場合、1979年に台湾関係法という事実上の軍事同盟に関する法律、そして2018年には台湾旅行法というアメリカと台湾の航空官僚がお互いの国を行き来することができる法律も成立しています。さらにアメリカの国防関連の法律である国防権限法でも、アメリカと台湾が協力して防衛を行うことが書かれているんです。その点を踏まえると、もしかすると将来の台湾総統になるかもしれない来氏がナショナルプレイヤーブレックファストに参加するということは、台湾関係が近づいているということでもあるんじゃないかなと思うんです。ここからは日台の話なんですけれども、台湾総統選の動画で詳しく述べてはいるんですが、日本の場合も政治家個人などで交流っていうことはできるんです。しかし日本と台湾間で公式な交流というのはできないんですね。その原因として、1972年に結ばれた日中平和友好条約が挙げられるんです。それ以降現在に至るまで公式で日台の外交はできないという状況になっているんですね。今回の来氏の動きを見ていると、日本も来氏のみならず蔡総統とも対話を深めていき、日台の関係を近づけていくというアプローチが必要になってくるんじゃないかなと自分は考えています。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。